アルファ X 線分光系マーズパスファインダーのソジャーナに搭載されたアプックスアルファプロトン X 線分光系またはアルファ粒子 X 線分光系は火星探査機に搭載された粒子線冷気 X 線分析の一種の化学組成を分析する装置である。放射性同位体から放出されるアルファ粒子からの用子を資料に照射すると元素が冷気され構成する。 元素特有の蛍光 X 線を放射する。その蛍光 X 線の波長の分布を分光計で分析することで構成元素を調べることができる。サーベイアー月面探査機には APS や a p x が MARS Pathfinder、MARS96 Path、MARS Exploration Rover、HOBOS、ロゼッタ、フィラエ、MARS Science Laboratory や XOMARS 等の探査機に搭載され改良されてきた。 キュリウム244が放射するアルファ粒子は5.1メブのエネルギーを持ち、プルトニウム240は14から18ケブの X 線を放射する。マーズエクスプロレーションローバーに搭載されたアテナのペイロードの線量は 30MCI だった。ありがとうございます。